ヨギボープレゼンツライジン46ナンバーシリーズ、4月からヨギボさんの冠スポンサーに返り咲いていただいて、本当にこの場借りて木村会長以下ヨギボの皆さんに御礼を伝えたいと思うのと、ナンバーシリーズの冠で4月の29日この2試合を有明カードのアリーナのカード追加としたさせていただきます。改めて発表します。怪物くんとヤーマン、まあ、お互い負けられない戦いになると思います。そしてブラックパンサーベイノア、どのぐらいぶりですか？1年3ヶ月ぶりです。1年3ヶ月ぶり、武者修行の成果含めて井上選手が迎え撃ちます。まあ、その成果を見せられるのか、帰るうちに合わせるのか、ここもしっかり勝負論のあるカードだと思います。お楽しみにしていただきたい、そう思います。さあ、それでは井上選手から一言お願いいたします。皆さんこんにちは、井上作です。はい、今発表がありました通りですね、4月29日有明大会で、試合させていただくことになりました。対戦相手はですね、僕が中学生の頃からずっと見えてきた、カルロス・ニュートン選手です。ツッコミ何やってきたアメリカで、遅いよツッコミが。いやもう一回いくぞ。ちょっと待って、やりづらい。俺別にコメディの修行に行ったわけじゃないんで、M1 でね、決勝行かれてましたけど、僕2回戦で負けてますから。オズワルドじゃねえよ、似てるけど。さすが、本当に社長、完成してるんで、もう自分たち大丈夫なんで、はい、しっかりと盛り上げられるように頑張りますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは続いてベイノア選手お願いします。おっす、ただいま。成増生まれ、極真育ち、三ノ瀬経由、ライズファイターブラックパンサーベイノアです。ライジンファンの皆様、目を覚ましてください。僕は1年前の大晦日、このライジンで負けてやっと目が覚めました。そして一つ気づいたことがあります。格闘技はオツです。止まんないぞ。大丈夫かおい。いや大丈夫。違ったら言って。まあ、格闘技はオツなんですよ、本当に。結局そこに戻ってきました。4月、僕の人生をかけたオツをお見せいたします。皆様、オツの準備はよろしいですか？オツの準備はよろしいですか？神戸乗ってないね。オスの準備はよろしいですか？4月、見逃さないでください。オス、ありがとうございました。続いてヤーマン選手お願いします。どうも、神戸の皆さん、ライズから来ましたヤーマンです。
まあ、年末、負けました、まあ、すごい殴り合ったんですけど、まあそこまで殴り合ったら普通仲直りすると思うんですけど、まだ平本のこと嫌いです。で絶対にあいつには MMA でいつか絶対やり返すと思ってるん でそのためには俺が上まで行かないと戦えないと思うんで、まあ、今回、まあ、怪物くんに勝って、まあ、本当ただの踏み台だと思ってるんで、まあ、今回勝って平本をいつか絶対ぶっ倒します。皆さん、まあ、今まで本当格闘技ちょっと舐めてて、練習、まあ、週7あるじゃないですか、まあ、週6ぐらい練習して、その練習終わったら週3ぐらい、キャバクラに行ってたんですよ。でもやっぱそれじゃ強くなれないなと思って週1に変えました。絶対勝ちます。ありがとうございました。それでは鈴木選手お願いします。どうも神戸の皆さんこんにちは。ベルトファイトチーム盆栽柔術の怪物くんです。はい。4月29日昭和の日、有明アリーナ、昭和生まれの、僕が、皆さんに元気を届けに来ましたということで、まあまあいろいろね、めんどくせえごたくは置いといて、山くん楽しい楽しいタイマン張ろうぜ。よろしく。よろしく。ありがとうございました。4月29日有明アリーナで開催するヨギボープレゼンツライジン46で激突する4名の選手に皆様盛大な盛大な拍手をお願いいたします。4月29日有明メインを飾る鈴木千尋、我らフェザー級王者が来てくれてるんで一言お願いします。こんにちは、鈴木千尋です。皆さんお久しぶりです。まあ、今回金田選手が本当に人生の中で大きなターニングポイントになります。ここで防衛するとしないじゃもう全然今後のキャリアが大きく変わってくるんで、絶対に KO しようと思ってます。ここしっかり勝って、ゴミさんもしっかり勝って、僕日本のライジンを世界のライジンに変えるって決めてきたんで、この2人ぶっ倒してピットブル選手再戦するだろしないだろガタガタ抜かしてるんで、日本ここしっかり2戦勝ち越して対世界で戦っていきたいんで、村さん僕に世界の相手を当ててください。はい、ピットブルも昨日アメリカで試合をして勝ちました。千尋と再戦をすぐにでもしたいって言ってるんで、年内2人の再戦をぜひこのライジンで組みたいそう思ってます。ファンの皆さんのまた声援お願いします。マジっすか。よっしゃ。まあ
はっきりさせましょう。そのためには 4.2 球まず防衛して、はい、2ラウンド KO 勝ちします。よろしくお願いします。4月29日、ヨギボープレゼンツ、ライジン46で金原正則選手の挑戦を受け立つチャンピオン、鈴木千尋選手に盛大な拍手をお願いいたします。